こんにちは。はい、始まりました。ゆたかさん、はい、なんか前のめりですけど。そう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 、ね、ね、やっとね、はい、始まったっていう感じでしょうか。まあ第一戦ね、うん、京セラドームで、まあオリックス対タイガース、はい、日本シリーズ始まりましたけれども、ね、はい、まあ、楽しみだね、やっぱりね。いや、もう始まる前もね、いろんな予想がね、はい、いろんなところでされてましたけど、まあ、あえてここで豊さんの予想は聞かないということで、はい、はい、そうですね、ということで、はい、第一戦目終わりまして、はい、はい、まあ結果はね、うん、タイガースが1勝というね、はい、ということになりました。はい、はい、で、京セラドーム看板屋ちいちゃん、今日もよろしくということでね、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まずはオーダーを見ていきましょう。はい、こうなります。はい、ちょっとね、やっぱりオリックスの方ね、杉本選手が杉本がね、うん、ベンチ外になっちゃったんだよ ね、だからまあ状態的にはあんまり良くないということで、うん、まあ1番に、うん、レフトに池田を入れてきたというね、はい、はい、で、中川を1番にクライマックスシリーズを使ってたんだけど、うん、まあ、3番にこう入れて、うん、頓宮が、はい、まあ、DH で戻ってきたというね、はい、いうことで、あとはそんなには変わってない、うん、クライマックスではショートで野口がね、うん、紅林の代わりに出たけども、そうですね、今日はセンターに入ったということ、うんうんうん、でピッチャーはなんといっても山本というね、はい、ね、今回は京セラドームということで、はい、指名打者制のね、そうだね、オーダーになっているので、はい、はい、で阪神の方は、うん、まあ全く変わらないんだけど、まあどうするかなと思ったんだよね、うんうん、岡田監督がこうやっぱ DH を使うということで、やっぱりある程度いじらなきゃいけないということで、うん、まあいじったのはDH に渡辺亮を DH に7番に入れて、うん、7番を打ってた坂本、キャッチャー坂本を9番に、うんうんうん、入れたということ、ね、相変わらず木浪は8番で固定ということで ね、そこはやっぱり今までの流れ通り7番に坂本選手を置いてっていうふうにはしなかったのは、やっぱり何か理由があるんでしょうか、ね、やっぱりパリーグ出身だし、うん、山本ということで、うん、まっすぐが強い選手だけに、うん、まあ、それに対応してもらおうというね、ということで上に少しでも、はい、でね、坂本もね、山本に2安打してんだよね、うん、交流戦の時に、うんうん、だから相性的にはもう悪くはないのよね。なるほど、まあ、だけどその経験値を買ってパリーグの、鍋量を DH に使ったという。なるほど、はい、はい、ということで、トング選手と渡辺亮選手は DH、 はい、はい、で、先発は村上投手ですね。そうですね、はい、はい、はい、こうなりました。なんと思わぬ大差ということでしょうかね。いやー、ちょっとびっくりしたね。そうですね、まあ、2点を境に、うん、ゲームが進んでいくのかなと思いきや、うん、全く予想外して、こういう結果になったというね。まあ、試合をちょっと振り返っていきたいと思うんだけども、はい、まあ、立ち上がり山本の1回表、うんうん、近本がファーストゴロ、うん、中野がフルカウントからまあ、真っすぐ見え見えだったんだけどレフト前に落とし、はい、で森下、うん、続く森下の時にまあ、3球続けてフォークボールブリブリ振っていくんだよね、うん、でワンツーからワンボールツーストライクから、はいはい、走るんだよね、うん、で三振ゲッツーということで、ね、でなんでこうフォークの時に走らなくてまっすぐの時に走っちゃったのかなというね、うん、で岡田監督もベンチの中で なんでって怒ってたけども、すごい様子で怒ってたので、まあそうだね、あれは何に対してだったんだろう。あれは自分がストライクカウントを間違えてたのか、うん、それともチームの決め事がそこにあってなんかそれが違ったのか違ったのかっていうことなんだよね。なんか初回からね、うん、あ、どうしたんだろうっていう、そうだね、ちょっとね、岡田監督の様子も気になりましたけど、はい、ただその山本は、うん、まあ硬さもありながらなんだけども、うん、まあ若月にも助けられてね、うん、まあ無難に立ち上がっていったということだよね。そうですね、はい、はい、でその裏1回裏、はい、村上の投球、うん、ね、うん、で池田なぜ使ったかというとウエスタンで首位打者取ってんだよね、はい、今年ね、うん、それで大抜擢という杉本の代わりにね、はい、したんだけども、まあライトフライ、うん、胸がいい当たりのファーストゴロ、うん、で中川が三振ということで、はい、まあ、確かに村上も無難に立ち上がったようだけども、うん、村上らしからぬコントロール
甘さがあったんだよね。なるほど。だからこれがどうなるかなっていうふうに見てたんだけども、はい、まあこれ印はつけてないけども、うん、山本も2回以降大山とか里照に、うん、インサイドをバンバン使ってね、うん、こう立ち直っていくんだよね。なるほど。で村上も力んで投げたボールは高めに浮いてたんだけども、うん、はい、やっぱ制球しようとするボールに対してはすごく制球はできてたね。なるほど。2回3回ともに三者凡退ということでしたよね。そう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 。で4回、はい、表、はい、ね、近本、うん、カットボールを、ショートへ内野安打、はい、で続く中野バントするかなと思ったんだけども、うん、まあ強攻に行って、まあ、1打席目のヒットもあったんだろうけども、はい、強攻に行って、まあ、引っ張って中川が、うん、まあ、今日は一塁に入ってたんだけども、それをエラーしてノーアウトランナー1・2塁になったんだよね、はい、この時に思ったのが、うん、クライマックスシリーズではセンターに入ってるんだよね中川が、はい、で今日はファーストということで、うん、やっぱ杉本の離脱っていうのがすごく大きく響いてるのかなっていうふうに、まあ、バッティングだけじゃなくてなくてね、守備位置の、ね、ところに影響がっていうことですね、うん、でノーアウト1・2塁、はい、これ阪神もついてないなと思ったのが、うん、森下が1打席目に三振、うん、で2打席目絶好のチャンスに回ってきて、はい、まあ、バントはやらさないだろうなと思ったの、はい、なぜかというとやっぱできないよねなかなか、うん、でましてやその山本に対して、うん、あの球があってなかなか簡単ではない。で打ちに行って643のダブルプレーという、うん、ランナーサードに残ったんだけども大山が三振ということでね、この回大チャンスをものにできなかった、うん、4回表を、うん、でその裏、はい、村上がちょっと心配だったのね、はい、やっぱ先制のチャンスでやっぱ流れがねこっちに来そうだったのが、うん、ピシャッと山本を抑えただけに、うん、この裏流れが変わるかな、流れができるかなと思ったところが、はい、村上はすごいねやっぱね、池田を三振、はい、宗をセカンドゴロ、はい、中川をライトフライで3人で切って取るんだよね、うん、で相手に流れを渡さないで5回、はい、この4点取るシーンだけども、うん、まず佐藤がインサイド寄りのまっすぐをセンター返しして、うん、センター前ヒット、はい、でねノイジーの時に初球スタートをかけるんだよね、うん、佐藤選手ね、ああ佐藤輝が一塁の、はいはい、球種はねフォークボールだったと思うんだけど、はい、まあ、ノイジーが空振りをし、うん、投げにくいところに来たんだけども、はい、まあ、佐藤輝もいいスタートを切ってて盗塁成功と、うんうん、ここでちょっと勢いがつくかなっていうふうに思ってたのは、はい、やっぱこういうこう仕掛けをしないと山本って攻略できないだろうなっていうね、うん、まあ、そういうことも感じたし、はい、ただしノイジーがどういうバッティングをしてくれるか、うん、ここが鍵だったと思うんだけども、はい、ノイジーがライトに打ち上げてくれたんだよね、ちょっと定位置ぐらいの、うん、でライト森が取って、まあ、サードに投げるも、まあ、佐藤輝明が進塁したという、はい、この進塁したということがすごく大きかったね、うん、そうですね、うんうん、でポイントに挙げてた今日鍋亮 DH のね DH、はい、ね、1打席目は三振、うん、もう全部変化球で三振を取られたと、はい、でここでやっぱりバッテリーもちょっと考えたんだろうね、うん、やっぱ変化球狙ってこられるんじゃないかっていう、うん、でインサイドのまっすぐから 入ったんだけどさ、うん、やっぱ渡辺まっすぐ強いね、うん、センター前に落として先取点を取るというねえタイムリーね、うん、はい、で続く木浪、うん、ライト前ヒット、はい、やっぱ木浪が効いてんだよね、本当、うん、要所要所ちゃんと打ってますね、チャンスを広げたりしてくれるんだよね、でこれでワンアウト1・2塁ですね、はい、で坂本にバントを命じるんだけど、はい、バント失敗、うん、ね、ツーアウト1・2塁になっちゃったんだよね、はい、そしたら近本1打席目はフォーク、2打席目はカットボール、うん、この打席はまっすぐを多分待ってたと思うんだけど、はい、これを右中間、スリーベース、ね、2点タイムリー、これはね大きかったのはやっぱツーアウト 取られてまでも、うん、やっぱこうもっと追加点が欲しかったんだよね、うん、で失敗してツーアウトになった、これ1点で終わるかさ
近本が打ってここでこの時点で近本が打った時点で3点になるかものすごくでかかったと思うんだよ。いや本当そうですね、この試合でね、うんうん、でここで近本が倒れたら1点しか取れなかった、はいね、うん、そしたらオリックスの方はラッキーだと思ったと思うんだよね、うん、逆にね、うん、だけどこれで3点を取られた、はい、続く中野フォークボールをレフト前、うん、見事なバッティングしたね。ねこれで4点ですね。4点だよね本当。いやここでもう畳みかける4点、うん、これはねやっぱオリックスの方はちょっとね、うん、佐藤輝明ノイジーのバッティングあの繋ごうとするね、うん、ああいうのはちょっと面食らったと思うよ、ね、で奇襲にもあのなんていうの感じられたというかね、うん、で岡田監督が勝利監督インタビューであれはサインですかって言ったらいやいやまだ先があるんでって言ってたけどサインでしかないよ、うん、でしか走られない。もうねすごい局面、うん、勝手に走ってね、うん、ただね岡田監督の頭の中で、うん、あの盗塁っていうのは、うん、やっぱノイジーに対していきなりまっすぐから入ってこないし、うん、佐藤輝明が走ってくるとは思ってないと思うんだよね、うんうん、だから絶対変化球 100% 来る、それで初球に生かしたと思うんだよ。その全ての読みの元でってことですね、うん、でねまあオリックスバッテリーはカウントによっては走るかもわからないけど初球から来るなんて全く思ってなかったと思うんだよね。だからこの意表の突き方っていうのはやっぱ岡田采配っていうのはすごい見事だったなっていうふうに思うねこの回はね、この回はなんと5安打でその盗塁なんかも含めて5安打で4得点ですよね、はい、だからねこの5安打っていうのはやっぱ佐藤輝明が出ていったヒットでね、うん、でその盗塁ノイジーの右打ち、うん、まあ、こういうのがやっぱこの5安打も生んでると思うんだよ ね。だから見事だったと思うねこの攻撃は、ね、はい、はい、まさかだもんね。いや山本投手からですからね、はい、はい、でその裏、うん、ねこの裏を無失点で抑えれば、うん、完全に阪神ペースになるなっていうふうに思ったんだよね、はい、で先頭打者森ツーベースボールが消えたあらと思いましたね。そうそう天井に入っちゃったんだよね。入っちゃったんですね、うん、入ってボールが落ちてこなかったんだよ。ねあのあれファール？ホームラン？あ何なのってなったらそうそうそうツーベースということでね、うん、いや森下がこううろうろしてるからさ、うん、森下やっちゃったかみたいな思ったんだけど、うん、ボールがなくなったという ね、 ね。でまあ球場ルールで、うん、ツーベースになったんだけども、はい、でここで、うん、トングがどういうバッティングをするのか、うんね、うん、思ってたんだけどもこれフルカウントから、うん、これね途中でね頓宮が右打ちに変えるんだよね。ちょっと引っ張り行ってたの、うんうん、追い込まれてから、うん、で右に強い打球を打とうっていう意識があって、うん、それでねインサイドのまっすぐフルカウントから、うん、これねどっちでもいいようなボールを坂本のフレーミングだなパシャッと取って止めてストライクにしちゃったな、うん、本当にあれこれはボールかなストライクかなっていう本当にどっちでもいいようなボールだけど、ね、俺は若干低いかなと思ったんだよね。そうですね、うん、だけどこのフレーミングで、うん、まあ、三振に取ったという、うん、で紅林が、フォアボール、まあ、珍しいよ ね、 ね、うん、珍しいんだけどまあフォアボール、うん、でゴンザレス、はい、まあ、非常に集中してたね。えもう投げる球がなくなってた。いや本当にこれ10球目ですね。そうでどんなボールに対しても途中からついてくるようになったんだよね、うん、でどうするのかなと思って、うん、で意表をついてカーブを投げるんだけどもさそのカーブもついてこられたという、うん、で最後にやっぱりそのカーブを生かした緩急でインサイドに行って詰まらせたよね、うん、まあここら辺もやっぱ坂本のリードと粘り、うん、でそれに応えられるだけの村上の状態、うん、まあ、それがあったかなっていうふうに思うね、うん、はい、で続く若月をサードゴロ、はい、セカンドに投げてフォースプレーで、チェンジという、でもう、うん、で主導権を握ったという、うん、で6回、はい、ね、うん、大山がフォアボール、うん、ね、粘った ね、 ね、佐藤輝明ファーストゴロの間にセカンドに進むワンアウトランナーセカンド、はい、ね、ね、で続くノイジー、うん、レフト前、
フォークボールをね、はい、で1・3塁ね、ワンアウト1・3塁、うん、1・3塁、はい、で渡辺、うん、ここでも期待したんだけど、まあ、三振ということ、うん、ね、で2アウト1・3塁、うん、で木浪レフト前にタイムリー打ってくれるんだ、またすごいね木浪選手、ほんとほんとにすごいね、なんかここのところよくね、うん、なんかつなぐし、ただね木浪の打席をか見てるとね、うん、つながりがあるんだよね、なるほど、その前の打席ってランナー一塁で、うん、やっぱ引っ張ってんだよね、はい、引っ張ってヒットにしてる、うん、でねそういう打たれた箇所でやっぱコースを変えるんだよねバッテリーって、うん、それは今度はレフト前に打つという、もう自在だね、うん、で続く坂本、はい、ね、レフト線にツーベースヒット、うん、ね、でここで、はい、7失点の山本を、あ、まだ7失点じゃないか、ここで6失点目で、ね、うん、してからランナーを置いたまま近本のところで山田に交代するんだよ、うん、ね、ここピッチャー変わりましたね、そうだね、うん、その近本に対してフォアボールで中野がレフト前ヒット、まあね、ここで満塁ですかね、ツーアウト満塁のところで中野選手がタイムリーと、はい、うん、まあ、坂本は本塁でね刺されるんだけども、はい、まあここで都合3点を取るというね、うん、まあ、見事な攻撃だよね、ねえ、はい、もうこれまさかの山本投手本当7失点ということになりましたよね、そうなんだよ、もう想像もつかなかったという、誰がこんなね山本を想像したかっていうね、本当、まあ、そんな感じがしたんだけども、5回3分の2、103球、はい、10安打、はい、7三振、1フォアボールの7失点、そうだね、うん、で9回、はい、ね、まあ、1点を取るピッチャー阿部に代わった、はい、ね、近本がツーベース、うん、まあ、3本目の今日ヒットだよね、はい、で中野が倒れ、まあ、森下、うん、まあ、これまでめちゃくちゃな内容だったんだよ、5打席目まで、はい、三振ゲッツー、三振三振できてて、はい、これもポンポンと追い込まれて、うん、どうするかなと思ったフォークボールを、外のフォークボールを拾ってセンター前に打ったね、うん、これで1・3塁、はい、大山がこの日3つ目のフォアボール、はい、ワンアウト満塁になりますね、はい、で満塁から佐藤がボテボテのサードゴロ、うん、まあ、これで1点を取り、8点目を奪ったという、ね、まあ、そういう試合でした、結局そのままね逃げ切ったというね、そうですね、9回は、岩佐投手出てきて、はい、終わるということですね、はい、まあ、8回9回、まあ、ピッチャーを変えたんだけど、うん、村上が7回までね投げてね、8回は梶谷投手ね、そう、あ、もうピシッと3人で切り、はい、岩佐なんか三者三振ということで、うん、はい、ゲームを締めたという ね、 ね、まあ、オリックスの方は2安打、うん、完封されたというね、うん、まあ、そういう試合だったんだけども、はい、やっぱり見事だったのはやっぱこう初回に盗塁をね、うん、刺されて、うん、に刺されたのにもかかわらず、うん、やっぱりサトテルに走らせたということだよね、なるほど、でノイジーが右に打ったということ、うん、これがやっぱすごいということと、はい、まあ、クライマックスシリーズで広島とやった時あんまり打てなかったんだけども、うん、まあ、今日は、先発メンバーでヒットがなかったのは大山だけ、うん、はい、ね、最後森下が打ったんで、うん、大山だけになっちゃったんだけども、はい、やっぱ大山は3つのフォアボールを選んでるということ、うん、ね、これがやっぱ大きいよ、ね、合計で13安打ですからね、うん、そう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 、ね、はい、だから状態は非常に上がってきてる、うん、ということだよね、はい、はい、で今日のヒーロー、今日の豊かのヒーローです、豊かのヒーロー、うん、ね、しかもと悩んでましたけど、まあめちゃくちゃ悩んだな今日はヒーローがいろいろいるということでね、もうね村上はもうね、うん、もうピッチャーの中で、うん、まあ、ヒーローなんだけども、はい、まあ野手からすると、うん、この試合のポイント握ったのは、うん、やっぱあそこで坂本がバント失敗して、ね、1点に終わるか、うん、4点になるかは近本にかかってたんだよね、まあ、そうですね、うん、でここでやっぱ、ま、あの山本のまっすぐを捉えたっていうことだよね、うん、それで3点を取り中野につないで4点目を取れたという、うん、ここでやっぱもう勝負ありだったよね、なるほど、それでやっぱ気落ちした山本がもうモチベーションがなくなってたということだよ、うん、
だからあの近本のね2点目3点目っていうのはめちゃくちゃ大きかったと思う、うん、この試合の中でこう普段点を取られない山本投手だからこそ余計に効いたんでしょうかね、まあ、そうだね、うん、あれでね仮にね坂本が送りバントしてて、うん、2、3塁になってて1塁が空く、うんうん、1塁が空いたら近本と中野でワンアウト取ろうとする、うん、やっぱ幅を広げて考えられるんだよね、うん、だけどあれが失敗したからなんかヒットが出たような近本と勝負来れるかな、うん、で近本も迷わなかったと思うんだよ、うん、俺が打つしかないって、うん、そこでやっぱ一発答えを出したんだ近本はやっぱ素晴らしかったなと思うんだよね、うんうん、ただね今日の山本見てると、うん、カーブがやっぱ入らなかったんだよなるほどだからバッターからすると緩急がなくなってるんだよねうんでまっすぐフォークのピッチャーになってるわけうんでフォークの落ちもはそんなに良くなかっただから捉えられたと思うけどもでも的確に捉えていったねなるほど、うん、だからそこら辺は素晴らしいのとやっぱ意表をついた佐藤輝明の盗塁、うんまあ、ここら辺も岡田采配というのは見事だったよねへえでみんなね打ちに行って、うん、違う球種に手を出してんだよね、うん、だから各回で狙い球が違ったという、うん、なるほど、うん、しっかり考えて打席にみんなが立ってたかなという、うんまあ、そんな感じがしましたねはい、はい、まあ思わぬ点差ということになりました、うん、まさかの山本投手の失点も多かったというか、ね、まあそうだね、うんまあ、最初はねやっぱりピッチャーも硬くなる、まあ、バッターもやっぱプレーボールからいけない手足伸ばしてみたいな、うん、そういう野球はできないと思うんだけども、うんまあ、二回り目に入ってきてからだよね、うん、やっぱここ緊張感が取れて体が動き出したで主導権を取れた阪神が、うんまあ、そのまま突っ走ったというねでも初戦にしたらもう見事なやっぱ攻略の仕方だったし、うん状態の良さだったね。ねえ、うん、というような第一戦は8対0で阪神が取りました、はい、はい。明日は第二戦オリックスは宮城投手、はい、阪神は西勇輝投手が先発ということでね、はい、なってますけれども、うん、見どころはどんなところでしょうか。宮城はね、うん、やっぱ山本が負けたということで、うん、かなりのプレッシャーがかかると思うんだよね、うん、でただ宮城は精神的に強いピッチャーだから、ねまあ、そんなには動揺しない、うん、だから自分のピッチングそういったことをしてくれると思うんだよねなんかもう そういったこと関係なく淡々とね、うん、なんか自分を持ってるような、まあそうだね、イメージですよね、まあ、それとやっぱ今日その緩急が使えなかった山本のピッチングを見てて、うん、やっぱおそらくこうカーブだとかチェンジアップとかすごく多めに投げてくるのかなっていうような、うんまあ、そんな想像がつくよね。なるほど、はい、それと、はい、西勇輝、うんこれはね巨人戦に投げたのかなシーズンの最後、はい、あの時抜群だったんだよコントロールがうーんあの状態を維持できてれば本当にいい勝負になる。なるほど、うん、今年の西勇輝っていうのは前半あまり良くなかったけども、はいまあ、後半から自分のリズムを取り戻し、うん、非常に安定感が出てきたからねうんそれはもう期待ができるわ。なるほど、うん、それとやっぱりオリックスのバッティングの状態があまり良くないということとそうですね、うん、阪神は状態が良くなってるということ、うん、これはもう予想通りな阪神はクライマックスで打てなかったでも状態は絶対上がってくるよっていうふうに俺は思ってたのね、うん、まあ動画でも撮ってるけど、うんでもクライマックスシリーズ状態が良かったオリックスはちょっと下がり気味に来るかなってただその時に杉本がいないっていうのはすごく大きいっていうのが、うん、やっぱこの試合で出たよね、うんうん、だからまあ明日以降ちょっと辛いかもわからないけども、ね、やっぱりピッチャーに頑張ってもらって、うん、接戦を演じないと、うん、やっぱちょっと状態的にはバッターの状態的にはもう阪神とオリックスでは差が出ちゃったかなっていうような感じがします。なるほど、はい、オリックスにとってはねこの京セラドームでやっている試合は落としたくないっていうところもあるでしょうし、ね、それはもちろんただ京セラで負けない阪神が強いっていうようなこともあってまあ明日オーダーもねまたどんな風になっていくのか、まあ、そうだね、うん、明日左ピッチャーだからねそうですねと、はい、いうことも含めまた明日も楽しみですがはい、はい、ね明日も期待してます。はい、はい